エレオノーラ・ロビアンコはイタリアの女子バレーボール選手、ボルゴマネーロ出身。ポジションはセッター。イタリア代表、イタリアジュニア代表を経て、1998年にイタリアシニア代表に初選出される。しばらくは、性セッターのマウリツィア・カッチャ通りの控えに甘んじるが、2002年にレギュラーを獲得し、同年の世界選手権では、 イタリア初の金メダル獲得に大きく貢献した。2005年、2009年の欧州選手権ではベストセッター賞を受賞するなど欧州でも屈指のセッターである。全日本セッターの竹下義恵とはジュニア時代にも対戦している。オリンピックには2000年シドニー五輪、2004年アテネ、五輪、2008年北京五輪、2012年ロンドン、五輪の4大会に出場した。 また、6シーズン所属したセリエーバレーベルガモでは、2007年と2010年の欧州チャンピオンズリーグの優勝に貢献し、ベストセッター賞を受賞した。2011から2012シーズンからトルコリーグのガラタサライでプレーし、2013から14シーズンに在籍していた木村沙織とはチームメートだった。2014年、2年ぶりに代表に復帰し、 同年級から10月の世界選手権では、正セッターを務めた。2014から15シーズンから、トルコリーグの強豪フェネルバフチェに移籍した。ありがとうございます。